塩さん、政治と金の問題徹底追及をしてまいりました。かつて東京地検で検事を務められておられました。松添さんの問題、こっからもう都庁来るここにあります。松添さんは辞めた。しかし本当の巨悪はどこにいるんだ。本当の巨悪はどこにいるんだ。あ、お疲れ様です。いろいろ挨拶しなきゃいけないところ大変なんですね。選挙戦が始まると、まあ巨悪、この疑いがある甘利さん、解任されましたでしょうか。国会が終わったらこっこり出てきて、もごもご言って説明しないでまたいなくなっちゃう。誰が徹底的に政治と金の追及をするんでしょうか。ここで政治と金の追及をやめるわけにはいかない。ぜひ皆さんお力をください。安倍総理は全国を掲げて一体の単なる話ですが決めてない言ってますけれども、一方で国会で私の質問に対して自民党の原告はどうなんだ、やれなかったら全部やりたい、こう答えました。皆さん3分の2を殺したら安倍さんがフリーハンドでどの条文から変えようかな、こういう自由を与えてしまうことになる。皆さんぜひこの参議院選挙、先ほど申し上げたように安倍政権の独走、暴走、やりたい放題、そして自民党という政党のあの都知事選挙を見ても、松添さんが勝てると思ったら担いで、お金の問題が出てきたらすぐポイ捨て、そして自分たちのお金の問題は知らんぷり、こんな政治を断ち切らなければいけない。東京の選挙区で3分の2を許せなくて、こんなことがあっていいのかということを私は強く強く危機感を持って申し上げておきたいと思います。万が一にも賛同手段ということを許してしまったら、政権はもっと変わります。アメリカから頼まれたどこにも行かなければならない。いや、私は自衛隊に入るつもりはない。そんなこと言っていないの時代がもうなくなってしまうんです。自衛隊がどんどん減ってしまっても、アメリカから飛ばされたら、誰かが、若い人たちが、世界のどこにでも、もう、別途を持って、日本の平和憲法、平和の理念、自衛隊は海外に戦争しない、政治防衛、これが憲法の限界で、70年、国民の皆さんとの約束ごとで守ってきたこの平和の理念、自民党の憲法、草案第9条、総理大臣が命令すれば、いつでも、どこでも、自衛隊が軍隊になって、海外に排兵されて、戦争することが許されているんですよ。もう日本は平和国家でも何千もありません。普通に戦争する国になっちゃう。安倍さんはね、そういうことをしっかり説明すると選挙に勝てないから、だからそういうことを説明しないで、しかも総選は別ですよと話をすり替えよう、すり替えようとして国民の皆さんの目を盗んで、しかし選挙を勝つからやろうとしている、こんな姑息な安倍政権はしっかりとこの選挙で打ち止めそうじゃありませんか。憲法違反をやって若干その後に今度は憲法そのものを悪く変えてしまうなんていう、そういう政治、私は絶対に許しません。国会の場でも日程となって、もう心を鬼にして徹底的とことん安倍暴走政治と戦ってまいります。5月の党首討論、まあ、実は党首討論は毎月1回という約束が、この150日の本会で1回しか始められなかった。その時私が確認しました。安倍さん、日本国憲法の平和主義、あなたはこれを守ると言ってるけれど、あなたの言う
皆さん信じられますか。侵略戦争をしないに当たり前じゃないですか。侵略戦争したら国際法違反ですよ、もちろん。日本国憲法の平和主義っていうのは侵略戦争をしないというそういう消極的な意味しかないんですか。明らかに違いますよ。今までは専守防衛、海外で武力行使しない、これが日本国憲法の平和主義じゃありませんか。皆さん総理は意気込んでそれを侵略戦争しなければいいんだと日本国憲法の平和主義を簡単に変えてしまってるんですよ。そんなこと言うでしたら反物に取れば憲法改正、救助の改正のことは間違いないですよ。今は選挙に不利だから、いやいや憲法は争点じゃないなんて言ってますけども、もう2回皆さん騙されてるんですよ。思い出してください。3年前の参議院選挙で安倍の水スタンプをやって言いながら終わったら国政不利不利不利、この前の総選挙では安倍の水この道しかないと言いながら終わったらその安全保障法制のご利用し、選挙の時はお伝えしていて選挙終わったら信用意図と言って何でもやると言う、残念だけれどもそれが